ご試食いかがですかそもそもあきこさんが難関である獣医学部に入ろうとしたのは小学三年生の時に巻き込まれたある事件がきっかけだった。11月中旬の日曜日少女誘拐殺人事件のニュースが巷をにぎわせている頃だった。その頃 ア子さんの家族はある大手企業の社宅用アパートの一室に住んでいた。昼過ぎ、自宅のインターホンが鳴った。仕事で疲れていた父親は寝室で寝ている。母親は近所のスーパーに買い物に行っている。ア子さんはキッチンで漫画を読んでいた。 インターホンは鳴らされ続けているこのままだと疲れて寝ているお父さんが起きちゃうかもしれないア子さんは漫画をテーブルに置いて玄関ドアの前に早足で向かい鍵とチェーンがかかっていることを確認したこんなに鳴らし続けるんだから何か緊急のことなのかもしれない もし変な人が来ているのだとしたら寝ているお父さんを起こせばいいはい何でしょうかできるだけ大人びた口調を心がけてア子さんは言った「こんにちは今週駅前にオープンするグッドミートのものです商品のおすすめに参りましたご試食いかがですか?」 はつらつとした口調だった。ドアの覗き穴を見る。優しそうな若い男がニコニコ笑っていた。チェーンをかけたまま鍵を開けてドアを少し開けてみた。あ、こちらのお宅のお嬢様ですか男の足元には青いクーラーボックスがあった。右手には プラスチックのフードパックが握られている。美味しそうな香りがして食欲をそそられた。私は今週駅前にできる肉屋のものです。試食品をご近所様にお配りしています。もしよろしければ親御様にこれをお渡しください。レア鶏肉のオリーブオイル煮です。ニンニクとバジルも効かせていますよ。 新鮮でとっても美味しいですから。うちのお店にはスーパーよりもお得なお肉も並びますので、よろしくお願いしますね。アキコさんはお得情報が大好きな母親を思い出しながら、男の差し出すフードパックを受け取った。男は深く頭を下げて礼を言い、立ち去った。グッドミートの人。 レア鶏肉お得なお肉オリーブオイルニンニクバジルお母さんにちゃんと伝えなきゃとあきこさんは思ったリビングに戻ると父親が眠そうな顔で目をこすっている「なんだ誰か来ていたのかうんこれもらったの」 ご試食いかがですかって。あきこさんは肉屋の男とのやりとりを父親に伝えた。父親は苦い顔をしてフードパックをゴミ箱に捨てた。あきちゃんがしっかり対応してくれたのは偉かったよ。でもこれは食べられないな。なんだか生っぽいし、男の素性も知れないし。 やめとこうでもあのお兄さん新鮮なお肉だって言ってたよとき子さんは伝えたが父親は首を振って昼食用のチャーハンの調理を始めた翌日の月曜日昼休み同じ社宅に住んでいるエスコと肉屋さんの話になったあの鶏肉 とってもおいしかった」とエスコはよろこんでいた「あの肉屋のお兄さんけっこうかっこよかったよね優しそうだし」とエスコは笑っていた「肉を父親に捨てられた」と言えずにアキコさんは話を合わせたその翌週の金曜日エスコはめずらしく学校を休んだ ア子と同じ社宅に住んでいる他のクラスの児童も何人か休んでいた。食中毒だ。昨日の給食が腐っていたらしい。という噂が流れた。同級生たちの中には混乱してトイレに駆け込む子もいた。学校で出た給食が原因ではありません。と教師たちが言って回り、騒ぎを沈静化させた。 エスコは次の週の金曜日ようやく学校に現れた同じ症状の父親と一緒に一週間入院したという病院に行く前は熱と手足のしびれがひどくてインフルエンザにかかった時くらい苦しかった薬を飲んだ後も吐き気とだるさできつかったとエスコは語った 退院したエス子のお父さんは警察官から話を聞かれていたという「体調不良の原因はあの時に若い男が配っていたレア鶏肉のオリーブオイル煮だったらしい」「その後アキ子さんの自宅にも警察官が2人やってきた」「あの日男に応対したのが亜キ子さんだと知ると」 スーツを着た女性の警察官がアキコさんにいろいろと質問をして男の特徴を把握しようとした若い男の訪問から1ヶ月たっても駅の近くに新しい肉屋ができることはなかった男の姿も目撃されていないレア取り肉が配られたのはアキコさんの住んでいた社宅だけだった あの若い男は社宅を借り上げていた大手企業をクビになった男で仕返しに寄生虫入りのレア鶏肉を配ったのではないかと噂さされた。あきこさんは中学1年生の時寄生虫の脅威について特集したテレビ番組を見て4年前の事件を思い出し 図書館で寄生虫学に関する本を読みあさった。そして、ある寄生虫の項目を見て息をのんだ。あの男があの時に仕掛けてきたのはこれだったのではないか、と思ったのだ。トキソカラという微小な懐虫。その成虫は苦虫薬を投与されていない。 犬や猫などの体内で増殖する人の体内に入ると成長を止めて幼虫のまま肝臓や肺視神経や網膜にも侵入する脳が侵されると転換に似た発作を引き起こすこともあるトキソカラの卵は鶏に蛍光で侵入しレバーに集まることもある ボールペンのキャップに入るくらいの大きさのレバーに数百個の海中の卵が潜むあの時の生っぽいレア鶏肉のオリーブオイルにそこに潜んでいた海中のことを思いぞっとしたそれからアキコさんは寄生虫の生態や畜産物から人への感染について研究するために 棋聖中学の専攻を志し獣医学部の受験の準備を始めたというご視聴ありがとうございました高評価チャンネル登録お願いいたします